おはようございます。ディレクト申します。ドラゴンクエストノンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、あのさ、晴れてるのにさ雨降ってる晴れてんだけど雷が鳴ってるその異常気象やっぱモヤモヤするわはい、じゃあ今回はねすでにやりたいこと決まってます。行ってみよう。はい、クズ君、今回はですねモリーの店に行くとモリーミッションっていうのがありまして、それをねちょっとやってみたいと思います。はい、モリーのミッション挑戦するなら、よし、すぐにモリーを呼んでくる君はそこで待っているの。おかしいな、なんか僕目の前にモリーがいると思ってたんですけど、やっぱ気のせいですね。そっくりさんかな。ウェルカム、私のミッション挑戦と気が、いや顔が駆けつけてきたぞあ、そうか、着替えてきた、あ、着替えて駆けつけたんでね、そりゃ疲れるわ。うん、はい、というわけでね、ほら全部で10個ぐらいあるのかな、このミッションがちょっとありまして、これをちょっとやってみようかなと思います。激闘3ターンの攻防戦とかあるね。あ、こういう感じ、3ターン以内に、ああ3ターン以内か、レジェンドヒーローで、なるほどね。だから普通のパーティーで、あの3ターンで削ると。はい、行ってみよう。どんなパーティー行くんだよ、3ターンで決めなあかんってことは、それなりに硬いパーティーが来るのかな。いや、硬いパーティーではないなビッグモンスターチーム、綺麗なビッグモンスターチームやな、おい。行きましょう。スカルライダーピックスシーシールド小僧、草原森とね、人型チームのね、二重相性チームですね。いやもうね、あの、力足りるかな。さあ、森ミッションね、まずはね、小手調べということで、やっていきたいと思います。まあ、向こうのギガンテスとボストロードは基本的に柔らかいはずだから、攻撃は通りやすいんですけどね。まあ、3ターン、撃破するということなんで、まあ、手早く火力のある方を使っていきたいと思います。デスゴーゴンにね、攻撃が吸われちゃうと、あんま火力が出ないんだよね。さあ、スカルーン行きましょう。灼熱斬り。ね。行きましょう。いけ、当ててくぜ。はい、オッケー、403。そう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 。しっかりギガンテスとボストローニを、他の2匹が、この3匹が判断して、うん、こうやってダメージ出してくれば OK。で、アホかましてデスゴーゴンに攻撃したら、全然攻撃取らないから。ね。本当は呪文の方がいいかもしんないね。だってこっちみんな動いたの先に。さすが。一気鬼火、オッケーオッケーオッケー、うわーりゃー、オッケー。いいね。一旦ね、1200当たりましたね。うわ、自己フラッシュ使ってくるもんね、これ。その分こっちの命中率が下がる可能性がある。やだなぁ。あー、こうなる？さあ、何これ、ぶん殴る。まあ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 。向こうの攻撃はね、どっちかといえばこのミッションにはあまり影響しないから。ここはバチコリ、まあ普通に食らってても、まあ問題はないでしょう。で、まあ、痛恨、まあ、まあ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 、まあ、そういうこともありますよ。ここはまあね、ギガデインでちょっと、ギガデインで HP を900にして、まあ、あわよくはこのターンに倒したいですけど、シールコトがまあ、ルーサ状態なんで、どうかなという話ですね。シールコトがね、ビルビル級を外す可能性は、まあ、大いにあるな。うん。さあ、尺八切りを読んでくれた、ラッキー。いけ。まあ、3体内なんで、まあ、次のターンにも、なんとかなる。いいねー、いいダメージだ。自己フラッシュ、そういう作戦絶対自己フラってくれ。もしかして呪文押しの方が良かったかな。全員呪文に弱いし、差し入れごとね、マヌーさんにかかってます。スナフタイムストを選んでくれた。1体ぐらい当ててくれれば、1体にちゃんとせめて1体当てろ。 OK、 これで次ピクシーがデイン選べば絶対勝ち。おっと、鬼火になった。いけ鬼火、うわー、おりー、デスゴーゴン邪魔だデスゴーゴにやり合ったって、こいつ全員で勝ちだったじゃん。まあ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 、次でなんとかなりますよ。次でなんとかなるでしょ、さすがに。3体以内だから大丈夫でしょ。うん、いないってことは3ターン入ってるからね。大丈夫大丈夫、次のターンにもう押し切って終わりですよ。ピクシーが動いたその瞬間勝ちが確定するんで。あー、もうスカルン決めてくれる。スカルン決めてくれ。灼熱斬り、なんでデスゴーゴンに行くの。おお、クリアー、そういう感じなんだね。よかったよかった。まあまあ、さすがにね。あ、こうやってもらえんだ。もうかっこいいやつじゃん、スーパーハイテンションの。
これ難しいな。これ難しいやつじゃん。2回攻撃をかわして勝つと。だから何ターンかけてもいいけど、さっきと違って。避けないといけないの？難しいな。ちょっと運ゲーになりそう。相手チームの登場だ。単体攻撃か、全員。全体攻撃ならね、一気に避けるとかあったら全員単体攻撃じゃん。はい、決まりました。ホイミスライム、シールドヒッポ、リリーパッド。ね、これでいきたいと思います。まあ、相性もちゃっかり、実はこれ相性発動してるんですよ。ね、ちゃんと相性も発動したからね。文句ないね。でですね、今回は2回以上避けなくちゃいけないんですよ。なので、その前に攻撃で倒しちゃったらダメなんですよ。HP1700 しかないし、向こうの。なんで、遅延行為ができなくちゃいけないんですよ。まあ、言うそうに、この遅延攻撃、ホイミやスクルトが絶対遅延行動になるんで、そうすれば。そうすることで、こっちが、プラチナ、これ、シールヒップがプラチナキングをマスタードブスキャンしてるんで、回避率がもうバカ高くなってるんですよ。だから、彼が2回以上受けるのを待ってから、そう、ホイミとかスクルトでずっと粘りつつ、2回以上避けるのを待ってからとどめ刺すっていう感じですね。さあ、うまくいくでしょうか、問題は。はい、まあ、そうもね、打撃が効かないんですよ。ミスじゃなくて、これ、ミスだと、避けないといけないんですよね。基本的に打撃は無効にはなるんですけど、あーっと、ここで回心出していく。こうなっちゃうと、削り切るのは怖いんで、ある程度まで残して遅延行為ですよ、あとは。あとは遅延するしかないんでね、はい。まあ、まだ大丈夫だね。まあ、突進、まあ、避けてくれればいいんだけどね。さあ、どうだ。当たっていない、まあ当たっている、当たってんだけどゼロダメージなだけか。これは避けないとダメだからな。どうだろう。うーん、全部避けてない。あと遅延行為するっていうね。はーい、それは違う話が。あーさあどうだ、避けてくれ。 25% 頼むぜ。いや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 、避けるしかないぞ。はい、なんでねえ、通行率どないなってんの向こうの。違うな、これは食らってゼロやな。通行率 25% でさ、全ての攻撃をさ、あなた自分で食らってるんですよ。ねえ、リリート当てたら勝ててるんだからさ、ほんとに。ねえ、
長だ。スペシャルカード発動。誰一人避けねえな誰一人避けないんだよな、さっきから誰一人として避けないんだけど。おい、これ倒しちゃうじゃねえかよ、もはや。これ倒しちゃうじゃねえかよ。お前さ、 25% とか使っといてさ、 30% とかバカすか使っといてさ、それで一回も受けずに倒すって何事よこいつら。ねえ、こういうのって一人プレイやらせるべきじゃないと思うんだよな、本当に。もうバカつらよ、ほら何してんねん。え？あれ？避けてないよ。避けてない、避けてない、避けてない。待って、避けてない、避けてない。あれか。これあれか。別に、なんだ。え、なに？避けなくていいんかい。なんだ、避けてない。何？あの、敵の攻撃がミスにさえなってればいいのかよ。結構ガバガバだぞ、お前、それ。なんだよ。